10円でじゃんけんすんの。これじゃんけんポンスカ。あ、負けた。え、終わり。終わりね。終わり。終わったらあのメダルができて何回もできる。瞬殺だったね。お待たせしやした。とんでもない。どうも、泉圭介です。今日はね、とあるデックをレビューしたいんだけれども、今からちょっとデックレビューしたいんだけれども、この、ね、自販機グルメのしんちゃんがね、ちょっと群馬県にちょっと連れてってくれるということなので、なんかね、前々からなんかね、自販機グルメが熱いみたいな話を聞いてたんで、ちょっとそれ行きつつ、合ってるよね、合ってるよね、それ行きつつ、あのデックレビューを、ね、していきたいと思います。今日のデックがね、なんかポコポセのやつでね、なんかなかなか謎な感じだからね、非常に楽しみではあります。行ってきます。自販食堂ってあんじゃん。あんじゃん。あった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 。あるった。それだ。すげえ。入るよ入るよ。そういうことか。すげえすげえすげえ。そういうことだ。そういうことだ。こうすると出てきた。マジか。なるほどね。あ、すごいすごいすごい。これがニキシーカンか。多分初めて見た。お、できた。え、できた。これだ。できたんじゃないの。え、ちょっと待って、これだ。あ、できた。あ、できた、できた、できた。あ、すごい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 。すげえ。具あんの？下にあんの。だいたい。今んとこないよ。あ、ほんまやほんまやほんまや。具があるね。あ、いい匂いいい匂い。ちゃんと。ほら。すげえ。今日がね、じゃじゃん、このね、さっきボコポのね、これなんていうの、これフーリアスでいいのかな、このね、フーリアスデックをね、紹介していきたいと思います。これ見てもらったら分かんないけどさ、ちょっとなんか箱すごいんだよね。なんか変な形しててさ、多分ね、あの前なんかバカンってやるやつ紹介したじゃないですか。あんな感じの多分新しいギミックだと思うんだけれども、ちょっとこれで、ね、見ていきたいと思います。これどうやってまず開けるのかな。通常のなんかビリって開けるところはないんだね。どうしよう、普通にこうビリっていっちゃうじゃん。バコーンと。あ、なにこれ、普通に開かない。ええ、どういうことどういうこと。ここ押したらいいの。あ、そういうわけでもないの。なんかここ押したらどうにかってわけでもないんやね。え、どういうこと。こうか、こう押しないと開かないのかな。んで、デックがデデン。おお、じゃじゃん。デックバックデザインはこんな感じ。あ、すげえ、なんじゃこりゃ。もう完全にカーディストリー寄りだね。このなんかラインがね、めっちゃ出てる。これね、カーディストできないからさ、ちょっとあれなんだけれども、え、これ面白いね。サンダーって感じがするけれども、豪華に2色印刷になってます。こう黒と赤でね、こんな感じ。まあだからこういうデザイン好きな人はいいんじゃないかな。だいぶなんかこの黒ベタでさ、こういう感じのデザインっていうのも珍しいよね。ボーダーかなり細いね。めちゃくちゃボーダー細くて、こう角はなんかすごいギャーンとなってるから、広げた時はめちゃくちゃなんかシャープでかっこいい感じになってます。ではでは、次フェイス見ていきますよ。フェイスがドゥン。ほう、まあまあこれジョーカーだろうね。まあジョーカーって書いてないけど、おそらくジョーカーでしょう。んで、おお、こんな感じ。これスペードのエース。んで、まあなんかちょっとねデザインされてる感じだね。んで、絵札は、あ、なんか絵札はね、普通のなんかバイシクルとそんなに変わんないね。普通って感じで、ダイヤから
そうだね、まあ、ちょっとなんかねバイシクル慣れしている人からしたらおーって感じかな。でプランクフェイスとダブルバックがついてます。肝心の品質なんだけれども、多分これね普通の USB-C って感じではありますね、まあ、特になんかバイシクルとは変わんない感じではあります。まあこの辺はね普通かなって感じではあります。特になんかクラッシュドストックが使われているとかはないんじゃないかな。バイシクル慣れしている人からしたら普通にお使いいただけるんじゃないかなとは思います。まあこの辺はさすがって感じではありますね。んでまあファローも全然入るね、まあ、この辺は全然品質的には問題ないと思います。でねこのケースなんだけどさ、これがちょっとよくわかんないんだけど、これどういうなんかギミックなのかな。なんか押したらなんかなんのかな。え何これ、なんか特にそういうのはないの。なんかね調べたけどね、特に何もそういうギミックはないっぽい。なんか押したらなんかボコンって出てくるのかなと思ったけど、なんかそういうものではなさそうだね。なんかちょっと期待したんだけれども、なんかそういうものではないっぽいね。なるほどね。これもね今ね見つけたあれ何群発ってあるんだけれどあれすごい気になるんだけど、生きてー、営業中や、生きてー。もうラーメンいいだろう、しかも群馬来て九州ラーメン食わんやじゃじゃーん、宝すごい名前がなかなか馴染みがないな。え、ガラナだ。あ、ガラナか。へえ。新年会やで、ね、これ。ハム味ってなんか謎だな。タマリンド。タマリンドとは何ぞ。原材料名がタマリンドだからもうわからん。ノーヒントや、ノーヒント。ノーヒント。インカコーラのペットあるんだ。インカコーラのペット？インカコーラ。え、それ買おうよ。買う？美味しそうじゃない？ピチュピチュ。まあチュピチュピや。ブリガデイル。え、その左のピチピチピチ、こっちピチピのブリガデイル。ピチピなんや。練乳です。練乳。ありがとうございます。へえ。これいいんじゃない。これちょっとパーティーっぽい。パーティーこれ面白い。パーティーっぽい。すごいなんかいろいろ面白いね。こういうのいいね。使ってみるとさ、バイシクルと同じ感じかなと思ったら、若干バイシクルよりかは柔らかいかな、ほんのちょっとだけ。なんかね使っていくとちょびっとだけ柔らかくなった感じがしましたね。全然使っててね、なんか違和感のないいい感じのデックだとは思いましたが、デックはいいんだけどさ、ケースがさちょっとね僕的にはちょっと期待値が高かったかな。期待値が高くて、これなんかねなんかなんのかなって思ったら、これ何もなんないから、ちょっとそこだけね僕が勝手に期待しただけなんだけれどもね、って感じではありました。動画説明欄リンク貼っておきます。よろしければ見ていただければなと思います。でこのレビューがもし参考になったなと思ったら、高評価、あとはコメントとね、チャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。でね、ちょっと僕は今からね公園なんかいろいろあるんで遊んでいきたいと思います。ありがとうございました。イエーイ。